毎年年賀状に版画を刷ってくださる先生です。これをスキャナーで取り込んでエクセルに貼り付け、表示上貼り替えてみました。今回は前回と違って裏面にも同じ絵柄がついています。まず古い障子を剥がします。紙が残らないように丁寧に剥がしてください。3の部分には紙が少し残っていても構いません。軽く水拭きをすれば OK です。そして1マス分の大きさを測っておき、それを元にして Excel のファイルを作っていきます。1マスの縦と横、3の中心から中心で測っておきましょう。だいたい 4×4 セルぐらいを1マス分にします。外枠をつけたら、ユーザー設定の余白で1マス分の大きさになるように調節していきます。全体を選択したら、少しずつ調節しながら1ページの中に収まるようにします。縦も同じです。プレビューを見るとこんな風になっていますので、1ページに収まるように余白を調節したら、フッターの部分にページ番号を入れておきましょう。マス目がたくさんありますが、これで迷うことはありません。これで一度印刷をしてみて、実際に大きさが合ってるかどうか確認をしてください。大きさが合っていれば開ページプレビューにして、これを障子のマス目分広げていきます。今回の場合、横8マス、縦9マスです。全部で72マスになります。この72マスを選んで、レイアウトから印刷範囲を設定しておきます。そしてここに貼り付けたい画像を選んで貼り付けます。拡大してページにぴったり収まるようにしてください。Excel の場合、この画面で見たのと印刷とは違っている場合がありますので、必ず印刷プレビューで確認をしてください。最後の72ページ目が入っていることを確かめて、きちんと入っていれば印刷をします。今度は裏面です。この図を左右反転します。そして同じように印刷します。合計144枚。これを表裏貼り合わせていきます。糊をつけるのはこのぐるっと周りだけで構いません。下の糊のついていない部分も
ぴったりと合わせて貼ります。これで裏表が同じ図柄になりました。この作業を72回しました。これができたら今度は貼る時ののりしろを考えながら切っていきます。一番上のから、ギリギリのところで切っています。一番最後の1枚だけは3のところにかかりますので、一番下の3にかかりますので余白を少し余分に取っています。押し切りは切りにくかったので、実際はカッターで切りました。障子を貼るときには一番下から貼ります。障子の継ぎ目にほこりがつきにくいからです。向きを間違えないように一枚ずつ貼っていきます。障子の3があるので表から見たとき、多少ずれていても気になりません。ここからはどんどん貼っていきましょう。表裏に印刷している上、ページを切り落としていますので、分かりづらいとき、どれを貼ったらいいか分かりづらいときがあります。プリントアウトしたものを横に置いて作業すると作業が簡単になります。プリントアウトは左右反転したものをプリントアウトしておきましょう。全部貼り終わると こんな感じに出来上がりました。外から見るとこんな感じになっています。白い部分に線を入れてもいいですね。前回貼ったものは外から見ると白くなっています。内側から見るとこんな感じです。夜になって部屋の中に電灯を灯すと、外から見るとこんな感じになります。